マンフレート、ゲオルグルドルフ・フォン・ブラウヒッチはドイツのレーシングドライバーである。メルセデス・ベンツのレース活動において栄光の時代とされる1930年代のシルバー・アロー時代のレギュラードライバーの一人だったことで知られる。ブラウヒッチはシルバー・アロー時代のメルセデスチームに1934年の同チームの復帰戦から1939年の最後のレースまで在籍し、 なおかつその期間において常にレギュラードライバーの主力として同チームの栄光を支えた。シルバーアローのそもそもの始まりであるシルバーアロー伝説が生まれるきっかけを作った人物としても知られる。シルバーアロー時代のメルセデスチームの中で最大の問題児だったとされており監督のアルフレート・ノイバウアーはブラウヒッチュの扱いに手を焼いた。典型的なユンカー気質でその性格は 誇りだ各傲慢で、チームオーダーに従わなかったり、チームメイトのヘルマン・ラングといざこざを起こして、協調を乱すなど、チーム内では何かと問題のある人物だった。ノイバウアーが見出したドライバーたちの中で、ルドルフ・カラツヨラ、ラング、リチャード・シーマンほどの才能はなかったとされるものの、早いドライバーであったことは否定できない。 メルセデスチームにとっての復帰戦だった1934年、アイフェル連年で優勝しているほか、1937年と1938年のヨーロッパドライバーズ選手権ではどちらもカラツェオラに次ぐランキング2位を獲得している。ブラウヒッチ自身はタイトルを獲得することはなかったが、レースでは安定して上位を走り、1937年モナコグランプリ。 1938年、フランスグランプリでは優勝を収めている。熱情と万有に溢れ、その攻撃的なドライビングスタイルは観客たちからは愛されたが、タイヤをいたわったり、ガスケを避けるために抑えて走ったりするという冷静な判断力にかけ、結果的にそれが体制を阻む大きな要因となった。不運やミスから勝利や好成績を失うことが多く、 ペッヒ・ホーゲルとあだなされた。勝利したレースよりも負けたレースの方が印象に残るとも評されている。マンフレート・フォン・ブラウヒッチはドイツ東部シレジアの古い軍人家系に生まれた。父・ビクトルはプロイセン王国の将校で、ブラウヒッチ自身も軍人としての道を歩むことになる。1913年から1923年にかけてベルリンのギムナジウムで学んだ後、 第一次世界大戦後の1923年に、ドイツ義勇軍の一つである、エアハルト海兵旅団に加入した。1924年に、バイマル共和国軍に入隊して、正式なドイツ軍人となるが、ドレスデンの軍事学校に通っていた1928年、オートバイによる事故で、頭蓋骨を折る怪我を負ったことで除隊した。1932年アブスン年、 SSKL ストリームライナーに乗るブラウヒッチュ。除隊後、ブラウヒッチュはベルリンで舞台俳優になるとともに、1929年からいとこのハンスフォンツンマーマンの援助で自動車レースにプライベーターとして参戦するようになった。ブラウヒッチュはツンマーマン所有のメルセデス・ベンツ S を買ってレースやヒルクライムに出場し、3年ほどの間にいくつかのレースで優勝を挙げた。 1932年は、ダイムラー・ベンツが会社としてのレース活動を休止していたこともあって、同社のワークスチームの監督だったノイバウアーが、ブラウヒッチュのチームの面倒を個人的に見るようになる。同年5月のアブス連年には特別な流線型のボディをまとった SSKL で挑み、このレースで当時アルファロメオで走っていたカラツヨラを、僅差で破って優勝を果たし、 一役名を挙げた。1934年1934年、ダイムラー・ベンツがレース活動を再開するにあたり、前年の活躍を評価されたブラウヒッチは、ノイ・バウアーによって、レギュラードライバーの一人に抜擢された。6月、同チームにとっての復帰初戦であるアイフェル連年で、ブラウヒッチは優勝を果たし、チームの期待に見事に応えた。このレースは後に、 シルバーアローの起源となったレースとして知られるようになる。順調な出だしに見えたが、ブラウヒッチは不運に見舞われる。アイフェルレンレ翌月に同じニュルブルクリンクで開催されたドイツグランプリで練習走行中にクラッシュを起こし、ブラウヒッチは頭蓋骨と肋骨3本を折る重傷を負ってしまう。続くベルギーグランプリは出走前に危険し、8月のスイスグランプリには 負傷をして決勝レースに出場したものの明らかに体調が優れずこの年の残りのレースはすべて欠場することになった1935年前年に負った怪我から回復してレースに復帰しフランスグランプリとベルギーグランプリで2位スペイングランプリで3位というまずまずの結果を残した7月に地元ドイツのニュルブルクリンクで開催されたドイツグランプリは ブラウヒッチュのレースの中でも最もよく知られたレースだと言われている。このレースでは終始レースをリードしていながら、アルファロメオ P3 を買ってオイスガールタツヨヌボラーリに動揺してタイヤを消耗させ、ファイナルラップでリアタイヤをバーストさせて勝利を失い、ドイツグランプリの優勝をイタリアチームとイタリア人に奪われるという失態を演じた。この頃はほとんどのレースで、 メルセデス・ベンツかアウト・ウニオンが優勝しており、ヌボラーリにとっては主君の勝利、ブラウヒッチュにとっては不名誉な敗戦となる。このレースは後々まで語り草となる。この結果はチームメイトだけではなく、ライバルたちからも同情され、レース後、ルイ・シロンはホテルに見舞いに訪れ、勝者となったヌボラーリもブラウヒッチュに花束を送った。 1936年1936年は W25 を改良した W25 ショートカーが大きな失敗に終わったことからブラウヒッチュも不審のシーズンを送った。ブラウヒッチュはこの年のシーズンオフにあるホテルのバーで酔った勢いでヒトラーユーゲントの指導者であるバルドゥール・フォン・シーラッハと乱闘騒ぎを起こした。成績不審の年であったことに加えてこの不祥事で チームから放出されることもあり得たが、最終的に翌年の契約は更新された。この人事は、ブラウヒッチュのおじで、当時の第一軍団司令官である、バルター・ホン・ブラウヒッチュが、アドルフ・ヒトラーに近い関係にあったことから、彼らの顔を立てる、政治的な判断があったのではないかとも言われている。1937年1937年、ドニントングランプリで、 ローゼマイヤーを追うブラウヒッチュ1937年、チームが前年の雪辱を期して投入した W125 は見事に期待に応えるものだった。ブラウヒッチュはこの年のモナコグランプリでチームオーダーに逆らい、チームメイトのカラツヨラと激しいバトルを繰り広げ、結果としてカラツヨラの車両がトラブルをきたしたことでレースを制し、選手権レースにおける初優勝を遂げた。この年は、 他のレースでものきなみ上位の成績を収めたが、中でも非選手権のドニントングランプリでは、アウトウニオンのベルント・ローゼマイヤーとの間でその日の観客にとっては、生涯忘れられなくなるほどの一騎打ちを演じ、この年のハイライトの一つになった。このレースでも、ペッヒ・ホーゲルらしさを発揮し、80周のレースで61周目までは、ブラウヒッチュが首位を走っていたのだが、 ヘアピンコーナーでタイヤがバーストしてしまい、それが敗因となる。1938年1938年は、前年からメルセデスチームで参戦を始めたリチャード・シーマンが本調子となり、チーム内でたびたびポジションを脅かされるが、ブラウヒッチは前年と同様に安定して、上位の成績を収めた。この年のドイツグランプリでは再び不幸に見舞われる。このレースは、ブラウヒッチ カラツヨラ、シーマンの3名の間で、トップが争われ、レース中盤にブラウヒッチュはシーマンから首位を奪ったのだが、給油とタイヤ交換のためピットインした際、燃料が引火して、車とブラウヒッチュ自身が炎に包まれ、コクピットからの脱出を余儀なくされる。ブラウヒッチュのレーシングスーツと車両はすぐに消火され、チームを管轄する、NSKK のアドルフ・ヒューンラインから命じられて、 ブラウヒッチは消火剤まみれになった W154 でレースに復帰した。しかし、首位に立ったシーマンの追撃を開始しようとした矢先、ステアリングが緩んで外れ、リタイアを喫することになる。ブラウヒッチは、ステアリングの辛抱を両手で用心深く掴んで車を操縦して、コースサイドに運んだため、幸いなことに大事には至らなかった。このトラブルの原因について、 チームはピットでブラウヒッチュが脱出する際に一度外したステアリングホイールを適切に再装着できていなかったためだと説明してブラウヒッチュを擁護したが過度なプレッシャーがかかったことからブラウヒッチュが単にミスを犯したためだとも言われているこのレースは後世ではシーマンの優勝で知られることになるレースだがこの日の主役がブラウヒッチュだったことは観客も認めるところであり 係員の車に乗り、ステアリングホイールを抱えて、ピットに戻ってきたブラウヒッチュには同乗した、観客たちからの声援が送られた。1939年、第二次世界大戦開戦直後の1939年、ベオグラードグランプリを走るブラウヒッチュ1939年は、ヘルマン・ラングがチームのエースの座を、カラツヨラから奪うほどの活躍をし、ブラウヒッチュもラングに及ばなかった。 9月に第2次世界大戦が開戦したことからチームはレース活動を停止した。この時点ではまだわからないことだったが、開戦直後の9月3日に走ったベオグラードグランプリはブラウヒッチュがメルセデスチームから参戦した最後のレースとなった。第二次世界大戦が始まるとブラウヒッチュも兵役検査を受けたが、レースで追った数々の怪我から従軍することは却下された。 そのため、1940年から1943年にかけて、ハインリヒコッペンベルグの秘書を務め、1944年から1945年にかけては、軍事省のコンサルタントとして働いた。戦後は、旧高級軍人の家系ということはブラウヒッチュには、不利に働き、困窮を強いられることとなる。名声はあったことから、戦後直後は、実業家と組んで、 オートバイのレースを主催して一時的に成功したが、1949年にはそれも行き詰まることとなる。1950年頃になって、ダイムラーベンツがレース活動を再開しようと動き始め、ブラウヒッチュも自分を再び起用するよう売り込むが、その頃には50歳近くとなり、酒による衰えもあったブラウヒッチュには、ドライバーとしての見込みはもはやないと判断された。 この年、非選手権レースとして開催されたドイツグランプリにプライベーターとして出場し構想を見せたが、結果はリタイアに終わっている。無一文となったブラウヒッチュはドイツ、社会主義統一党のバルター・ウルブリヒトをはじめとする共産主義者たちに懐従され、1951年に東ドイツの出版社が彼の自伝を買い取り、それにより、 バイエルンに別荘を購入できるまでに一財産を築いた。しかし、共産主義勢力に取り込まれたブラウヒッチュの動向は、西ドイツ当局に警戒されて、たびたび追及を受けることになり、1953年9月30日に共産主義者として逮捕され、半年間留置される。1954年に保釈され、その裁判が進められようとしていた矢先。 1955年初めにブラウヒッチはドイツのソビエト地区に亡命した。モデル系のデモ走行を行うブラウヒッチ巧妙なブラウヒッチの亡命は東ドイツ政府から歓迎され、1957年に設立された全ドイツモータースポーツ協会の役員を任され、その後は同国のオリンピック委員会の首脳となり、社会主義国である同国で、 特権階級の一員として、余生を楽しんだ。この立場のため、ある程度の行動の自由が認められ、時折、西ドイツを訪問して、ダイムラー・ベンツのイベントに参加することもあった。1989年に、ベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが統一された後は、年齢もあって隠居し、2003年に、旧東ドイツ領である、チューリンゲン州シュライツの自宅で死去した。 97歳の大王女であり、1930年代のメルセデスチームのドライバーの中では最も長寿を保ち、21世紀になってから死去した唯一の人物となった。プロイセン王国の将校である父ビクトル、母ウルガフォン・ボンスドルフとの間に生まれた。1938年から1941年にかけてドイツ国防軍の陸軍総司令官を務めた。 バルター・フォン、ブラウヒッチュ陸軍元帥はおじである。ブラウヒッチュ自身は第二次世界大戦中に実業家の娘であるジゼラ・フントと出会い、戦後の1947年12月27日に結婚した。1954年にブラウヒッチュが逮捕されたことで、妻ジゼラは自殺未遂事件を起こし、翌年にブラウヒッチュが単独で東ドイツに亡命し、 残されたジゼラは1957年に服毒自殺した。翌1958年11月22日にブラウヒッチュは東ドイツでリーゼロってシュナイバーと再婚した。ありがとうございます。